はい、皆さん、はじめまして、いよいよですね、YouTube を始めることになりました。はい、ということで、まず本当にですね、まあこうやってありがたく始めることができるのもですね、本当にたくさんの人のサポートがあって、始めることができます。本当に感謝してます。ありがとうございます。でですね、今回 YouTube を始めようと思ったきっかけなんですけど、まあその前に簡単に僕の自己紹介というか、まあ旧暦について、まあ、軽く話していけたらなというふうに思います。まあ、僕はですね、まあ、小学校3年生の終わりから野球を始めたんですけど、もう大阪で始めたんですけどね、もう本当に始めてすぐ半年ぐらいでもう広島に移って、4年生ぐらいから本当に本格的に始めるんですけど、まあ、そのまま広島で6年生まで学童野球をやって、中学校もヤングリーグそのまま上がって、で高校も県内のその公立高校に行って、で3年間野球をしたんですけどね。はい。で、まあ、大学は東京の大学に行って、準硬式っていう、まあ、硬式とその軟式の間みたいなボールがあるんですけど、それをやって、まあ、3年生までやったんですけど、まあ、2年生の時に自分の野球生活の中で初めての全国大会でに出ることができました。で3年生の時に副キャプテンやって、で4年生の時になんかもう一回硬式やりたいなと思って、今も野球やってるんですけど、そのクラブチームの方で1年間プレーさせていただきました。その後は、まあ、その在学中に独立リーグのトライアウトを受けたんですけど、まあ通って、で卒業後その独立リーグ、大阪の方で独立リーグを1年間やりました。で本当にまあここで初めてリーグ戦とかいろんな、まあ、プロ野球のチームとかも試合させていただくことがあって、まあ、いろんなことを教えてもらったりとかして、本当に濃い1年間だったんですけど、まあ、ちょっとそのプロになる目標を諦めきれずに、まあ、そこから単身で海外に、行きました。でこれが最初ドミニカ共和国から始まって、プエルトリコ、アメリカ、オーストラリアで最後コロンビア、5つですねの国に行って、まあ、プロ野球選手を目指してやったんですけど、はい。でまあ最後ドミニカ共和国のその、まあ、国内のサマーリーグ、まあ、で、まあ、プレーして怪我で終わったというふうな形なんですけど、はい。まあそれが僕の簡単な本当に野球の経歴です。一昨年に帰国して、でそこから中学生とか高校生とか大阪で、教えてたんですけど、野球教えるのってすごいいいなって思って、まあなんかそのすごい野球ね、自分の夢がこう達成できなかってかなり落ちたんですけど、まあ、僕自身もそのなんかできることないかなって探した時に、次の世代に今まで僕が学んだこととか経験したことを伝えていきたいなって思って、それから野球の指導を始めることになりました。まあこれも本当に縁があってスタートしたことなんですけど、で今1年間2019年ですね、1年間やって、で2020年になる時に仕事の関係でその関東の方に移ることになったんですよ。なんで大阪の子たちにこう直接指導ができないなってなってて、なんかいい手はないかなみたいな感じでちょっと考えてたんですけど、そしたらまあなんかインスタグラムがあって、ちょうど僕もインスタやってたんで、なんかそこで技術の動画とかアドバイスとかを SNS でやればいつでもみんな見れるし、距離がこう離れてもできるなみたいな感じで思ったんですよね。でそれでこう始めていったら、全然知らない子たちとかも動画を見てくれるようになって、なんか DM とか来たりして、こういろいろ相談とかコミュニケーションを取れるようになってって、でそれでこうインスタグラムのアカウントが大きくなっていって、こう結構フォロワーの人からですね、YouTube もやってくださいみたいな声を本当にたくさんいただいたんで、まあ、今回こうやって YouTube を始めることになりました。インスタのフォロワーの皆さん本当にお待たせしました。はい、ということで、僕の野球のこのチャンネルが、まあ、始めようときっかけがこういう感じなんですけど、まあ主に野球のその技術に関する動画とか、まあ、あとは知識とか考え方とかそういうところを、まあ、メインで上げていこうかなというふうに思っています。その他にも、海外に、まあ、行って日本語以外にも英語とスペイン語をこう簡単なんですけど話せるようになって、まあ、その辺の知識とか、まあ、そういったところも、
ゆくゆくは発信していきたいなというふうに思っています。やっぱり英語もこれから社会、グローバル化していく中でこういろんな、ね、英語を使う場面ももっと増えてくるだろうし、これからの世代の子たちにはすごい必要なスキルだと思うので、そういったところもゆくゆくは出していきたいと思うんですけど、まだ野球をメインで出していきたいなというふうに思っています。はい、僕の本当に今も現役で野球してるんですけど、そこでこういろいろ学んだこととか、現在学んでることとか経験したこととか、そういうことをどんどん動画の方に出していきたいなというふうに思っています。インスタグラムも週1でライブ配信をやってますし、技術の動画とかも週に数回上げていたりします。そちらも興味あればぜひチェックしてみてください。でこれからいろいろ動画上げていくんですけど、野球上手くなりたいなとか野球好きだなっていう人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからどんどん動画上げていくんで楽しみにしていてください。では今回はこれで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。